今回GoPro のヒーロー6だけでも結構手ぶれ補正があるんですけど、今回ですねこれフェイユーテックのですね G6 ですね、ちょっと買ってみましたんで今回初使用ということで、アフターを比べるとかめんどくさいのはちょっとやらないんで、まあ、ただ動画がですね、まあすごいスタビライザー効いてるなっていうのは結果的にわかると思うんで、それでちょっとご覧いただきたいと思いますね。これまあスタートボタン押すとちょっとこの辺見てほしいんですけど、押しますね。こんな感じでですね、なんか気持ち悪いですけど、ちょっとこんな感じで今日は撮っていきたいと思います。はい、こんにちは、赤パパです。ここはですね、こう戦場ヶ原の赤沼の駐車場ですね。今日はねもう白根山の方は白くなってるんですけど、まあもうすぐこの戦場ヶ原も雪に覆われますので、まあ、雪降る前にですね、歩いてみたいと思います。じゃあここからですね、入っていくわけなんですが、まあ、今日のルートはもう僕とカブマはですね目つぶってでも歩けるようなコースで、まあ、戦場ヶ原をですね、まあ、真ん中を突っ切って、まあ、帰りはですね小田城から帰ってくるか、国道の方から帰ってくるか、まあ、いずれかのコースにせよですね、まあ、くるっと回って3時間ぐらいのコースで行きたいと思います。今赤沼から入りました。時間がですね8時43分ここから分岐まで、林道歩きになります。これはですねスタビライザーが効いてる、モードですね。あ、皮枯れちゃってるねこれ、うん。これがですねスタビライザーを切ったとこですね。まあこれぐらいの歩きだと、まあ、さほど違いはないかな。まだね画面で見てないんでよくわかんないんですけど、はい、スタビオンです。分岐です。ここはね、湯滝の分岐とか、まあ、いろいろ言われてますけど、こっちですね。こちらはですね、本当何回も通ってる道なんですが、ここから小田城の方に、まあ、向かっていくわけなんですけど、青木橋を通ってですね、泉宿池を経由していくコースです。はい、では行きましょう。え？あ、水がある。でも凍ってる。ねえ、ここは本当に水量がですね、いつも豊富で、魚もよく見られるところなんですけど、ちょっと今日は残念ですね。よくわかるね。まあこちらからね南泰山そのファミリーということで、まあ、このようになりますね。
お、開けてます。ねえ、いろんな時期千条ヶ原好きだけど、俺は結構この冬枯れちゃった雪が降る前、その時期いいよね。空もすげえ青いし。ずっとね、出発からこう湯川がですね、進行方向に向かって行くと左側に流れてますね。で、ここから先にですね、青木橋という、まあ、古い橋があるんですが、まあ、そこで橋を越えますので、その先になると、まあ、湯川は進行方向に向かって右になりますね。まあ、そこら辺まで行くとですね、千条ヶ原の本当西の端の方まで行ったことになるので、まあ、湯川はその名前の元となったですね、まあ、湯の湖の方に近づくわけなんですが、まあ、そこにあるのが湯滝と大きい有名な滝があります。今日はねちょっとそこまで行くかどうか分かんないんですが、まあ、こんなに人がいないですね千条ヶ原なんていうのは、まあ、むしろありがたいことなんで、まあ、十分楽しんでいきたいなと思います。でもいいね、こういう本当枯れちゃった時期って空いてるからね。これ真冬になるとね、また人がね結構ここ来るんだよね。雪が積もるとですね、まあ、鳥を撮りに来る、まあ、カメラマンもまたこの千条ヶ原に集まってきましてですね、まあ、ただでさえこの狭い木道をですね、三脚を広げて、まあ、邪魔くせったらありゃしないって感じで、まあ、とっととどいてほしいぐらいのですね横柄さなんですが、まあ、今日はそういったバカもいなくてですね、まあ、非常に歩きやすいと思います。9時24分、青木橋です。あれ、橋がね新しくなっちゃったあれなんだよ、書き直したんだね。これはなんだかさ、雰囲気がちょっと風情がなくなっちゃったね。すごく甘くて美味しい紅茶を飲んで体が温まってきました。ここからね、小田城の分岐、まあ、すぐそこなんで、そこから小田城方面に、まあ、左折っていうのかな、曲がっていきたいと思います。
い、こんにちは。はい、はい、こんにちは。はい、ここ分岐ですね。西の湖方面に、まあ、西の湖方面って言っても、まあ、小田代のバス停ですね、簡単に言えば。はい、こっちがですね、千条ヶ原の真ん中を通って、まあ、尺投げ橋の方に行く道、今日はこっちですね。こちらの道はですね、行くとちょうど抵抗外バスのバス停があの辺にあります。また同時にですね、ちょっと季節によってですけど、トイレが開放されてますので、公衆トイレを使用することができます。よくカメラマンの方がですね、こぞって撮りに来る貴婦人っていうのは、この向こうに広がってる小田代ヶ原に、まあ、ポツンと生えてるね、ただの白樺なんですけど、まあ、それを貴婦人と呼んでですね、まあ、ありがたがって撮ってると、まあそんな感じです。それではちょっとトイレも行きたいんで、小田代方面行きましょう。小田代ヶ原に入ってきました。もうね、当然草もみじも終わっちゃってね、暗い色になってますけど、まあ、そんな中、ね、カラマツも、ね、色変わっちゃってるし、緑色なのはこちら笹だけですね。小田代の歩道の入り口になります。
肉じゃが。まだ食うかって感じ。